寿司大手はま寿司で消費期限切れのネタの提供が横行していると、3人の従業員が週刊文春に告発して、あさあ大変さあ大変えらいぞ。あ、今回の舞台は福島県のはま寿司。3人の従業員が文春の取材に対し、お客様への裏切り行為があると勇気ある告発をしたのだ。チャレンジャー廃棄対象の使用期限が過ぎたネタをそのまま提供。店長、その店舗では店長の指示のもと、長年にわたって使用期限切れのネタの使用やラベルの改ざんが行われてきました。シャリに乗せる大きさに切ったマグロやサーモンなどの寿司ネタは一旦トレイに入れられ、それぞれのトレイに使用期限のラベルが貼られます。当然使用期限が過ぎたネタは本来廃棄対象です。あ、しかしロスが多けりゃ経営は悪化。そこでうちでは使用期限が過ぎたネタをそのままお客さんに提供する行為が何年もの間行われてきました。その間私も食べに行きました。特に良かったのが売り上げの多い週末や祝日、大型連休やお盆などの繁忙期です。と一人の従業員が告白すると、あ、もう一人も辻褄合わせのために使用期限を示すラベルの貼り替えが当たり前のように行われ、例えばサーモンの期限が間もなく切れそうになると新たに期限が先のラベルを出して貼り直すように指示されるんです。さらに3人目の従業員は枝豆やパフェ、揚げ物などのサイドメニューも提供までの期限は決まっています。でもそれが過ぎて提供されることは日常茶飯事でした。あの揚げすぎたようなカリカリポテトはそれでか、二度揚げ最高。こうして問題行為はこの店に限った話ではないはずです。私が他県の店舗などにヘルプに行った時も普通に見かけたことがありますから。と三人の裏切り、もとい三人の従業員が同じこと言ってるんだからかなり信憑性が高い。そんな内部告発が2月に浜寿司本社にされてるんだけど、その結果2月4日に全商の子会社によって浜寿司のその店舗に立ち入り検査が入ったんだって。そんで昨日30日その回答があって、一部メディアで使用期限切れの食材を提供していたと報じられた件で、該当店舗に対して食材管理の検査をしたが、現時点で事実は確認できませんでしたとのこと。そりゃそうよね。内部機関による内部調査、これで認めてしまったら全ての回転寿司の信頼が激ヤバ。え、もうヤバいって。ただね、会社側の言い分もヤバいんよ。本社食品安全担当者が当該店舗の食材管理に関して検査を実施しましたが、その使用期限を過ぎた食材がお客様に提供されたという事実は確認できませんでした。でした。そう、この3人の職員が嫌がらせで告発したに違いない。それかその店の3人だけが共通の幻を見たのかもしれない。そういう神話も私も何度か見たことがある。あ、お菓子の家とかね。いや違う、これが嘘なら嘘を告発したこの職員を逮捕せよ。これは間違いなく営業妨害。さあお寿司屋さん、彼らを告訴できますか、できますか。これに我思うぞ。じゃ、回転寿司って競争しまくりすぎて本当に安いよね。安すぎる。だから期限切れとか起きてもおかしくないのもわかる。ただ普通に考えたら廃棄の数と注文の数を日数で差し引きしたらわかるよね。2015年にはま寿司って食中毒出してるし、今年はもうはま寿司バカった問題抱えて、大手回転寿司チェーンはイメージダウン大きいのにね。ほんと私回転寿司大好きなんよ。特にサイドメニューカリカリポテト。まあ、ただ告発するぐらいだから、まあ、おそらく動かぬ証拠はまああるんだろうけどね。保健所だって警察じゃないんだから、こういうのって難しいよね。てかもうはま寿司終了じゃね？さあ、戦闘員諸君、それでも食べたいのかい？食べたくないのかい？どっちなんだいって方。今日はね、ちょっとテンション高いのは、私、世界初、脳内アルコールの生成に成功したんですよ。はい。ブルゴーニュ。